PEGI 18. みなさん、こんばんは。本日はご視聴いただきありがとうございます。今回は TGS 2021カプコンオンラインプログラムモンスターハンタースポットライトということで、主にモンスターハンターシリーズの情報を私宇佐美が司会を務めつつ、モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、辻元です。よろしくお願いいたします。今日はですね、モンスターハンターライズ、サンブレイクの情報もありますので、ぜひ最後まで、見ていただけたらと思っております。さて、お時間も限られていますので、早速進めていきたいと思います。まずは好評発売中のモンスターハンターライズの最新情報やコンテンツを辻元さんとモンスターハンターライズのディレクターであります一ノ瀬さんと一緒にお届けしていきたいと思います。はい、モンスターハンターライズではですね、カプコンのコラボとして、第1弾としては、モンスターハンターストーリーズ2、そして第2弾は狼、第3弾がストリートファイター、第4弾がロックマン11と、コラボコンテンツをお届けしてまいりましたが、本日第5弾の情報を皆様にお届けしたいと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、というわけでですね、好評発売中の、帰ってきた魔界村とのコラボレーションが決定いたしました。帰ってきた魔界村に登場するアーサーになりきれるハンターの重ね着装備が手に入るイベントクエストを10月の29日金曜日より配信スタートとなります。この重ね着装備を身につけると、見た目がアーサーになることに加えて、嘆く内が槍に変わったり、クエストクリア時の演出が変わるなど特別な仕様を用意しました。またコラボクエストでは帰ってきた魔界村の BGM が流れますので、普段とは違う雰囲気で遊んでいただけると思います。カプコンコラボはこの第5弾で終了となります。なお10月のアップデート以降もインターネット接続することで無料ダウンロードできるイベントクエストの定期配信を行います。どれも特別な報酬や装備の生産素材が手に入るクエストとなっていますので、ぜひ挑戦してください。また新たな有料ダウンロードコンテンツも登場します。狩猟生活がより楽しめるコンテンツが新登場しますので、ぜひチェックしてみてください。さらに本日はスペシャルなコラボレーションの情報を一つお届けします。こちらです。モンスターハンターライズとセガ様の今年30周年を迎えたソニックとのコラボレーションが決定いたしました。ソニックとはモンスターハンター 4G の時に一度コラボしたことがあるのですが、前回のものとはまた違った楽しいコラボになるよう鋭意制作中ですので、詳しい情報はもう少しだけお待ちいただければと思います。ここでもう一つ新情報です。モンスターハンターライズのダウンロード版が期間限定でセール価格となります。まだプレイされてない方はこれを機にぜひ遊んでみてください。モンスターハンターライズのゲーム最新情報は以上となりますが、本タイトルがどうやって作られたのか気になっている方もいるのではないでしょうか。はい、そうですね、ここからは、モンスターハンターライズの設定周りとか、いろいろ皆様にお話できたらと思っております。
はい、というわけで、ここからはですね、私と一ノ瀬2人で、モンスターハンターライズの、開発中の話とかをちょっとさせていただけたらと思います。今回やっぱりテーマとして我がテーマになってるっていうところはもうずっとライズとしてはお伝え皆様にしてきたんですけど、その中でもやっぱりモンスターがやっぱり注目されてて、で、新しい新規のモンスターとかってね、やっぱりずっと皆様にお伝えしてるんですけど、日本の妖怪とかをモチーフにしてるっていうところがあるんですよね。はい、妖怪とか怪現象とか、そういったものをモチーフにいろいろ作ってきてはいるんですけど、どのモンスターはどういう、妖怪のモチーフにしてるのかみたいなのをちょっと説明させてもらえたらと思います。そうですね、はい、分かりやすいところで、新規のモンスターだとね、明けのシルムがカラカサお化けだったりとか、四つ岩堂が、カッパとかっていうのはモチーフで使ったりとかしてるんですけど、その他にも、リオレウス、天下と呼ばれる火の怪奇現象みたいな、リオレウスが空から火球を飛ばすようなシーンっていうのはその天下のイラストがあるんですけど、絵がそういったのをちょっとモチーフにちょっと映像っていうのをつけてたり、しています、ね。あとはティガレックスとかも、なんかティガレックスとかはヤマビコっていう妖怪、ティガレックスの奉公する様っていうのをそのヤマビコの声になぞらえて作ってたりしてるっていうのがあります、あとじゃあ古竜で言ったらテオとかは、そうですね、テオに関しては閻魔大王とか、地獄の王さんですね、実際のデモの中でも他の、モンスターがやり取りしてるところに、仲裁針というか、その裁きを与えるみたいな、そこをモチーフにちょっと作っていたりとかしています。他にも実はフルフルが、量産大好きなフルフルはのっぺらぼうだったりとか、ナルガクルガは化け猫だったり、ジンオウガも雷獣、アンジャナフがオクリーヌで、あとトビカガチはノブスマっていうか、ちょっとあまり知られてない妖怪かもしれませんが、そういった妖怪に、一通り当てはめて、デモとかも実は作ったりとかするので、そういったのもデモのシーンをこう見ていったりしていただけると、何かしらこう紐解いていけるかもしれないので、ぜひちょっと見ていただけたらなと思ってますね。結構こいつ大変やったなっていうやつで、ドイツのいろんなモンスター当てはめていった時に、なかなかちょっとこのモンスターとかっていうのはだんだん妖怪のネタがなくなってくるんですけどね、そうだね、そういったものはバルファルクとかもか、あれとかも妖怪とかにちょっと見たって感じじゃないもんな。そうですね、ちょっと最後の方に決まったモンスターだったりとかしたんで、そこらでちょっとどうしようかってことで、あれもハレー彗星とか、その昔の本とかそういったまがまがしいもんだったりとか、そういうふうなもんで例えられたりとかしてる時もあったりとかしたんで、いろいろと他のモンスターとかも、そういった目線で見ていただけると、新しい発見とかはあるのかなと思いますので、今回のゲームのテーマがまさしくそういうね、モンスターたちらのテーマにも取り入れてるとこいっぱいありますんで、皆さんね、そういう目線で見ていただいて、これってあれなんかなとかね、そうですね、それとかまたね、SNS とかでね、予想してもらったりとかさ、面白いですね。今回の生態デモ、僕ら生態デモって呼んでるんですけど、モンスターの出てきた時のとかにちょっと入る演出、それで、ね、今回ビアによる語りが入ってて、あの辺とかもすごく雰囲気を出してくれてるよね。そうですね、強化育成お覚悟召されよ。というわけで、今いろいろその、ビアの話とかもさせていただいたけど、実は、今回もこの後ですね、ゲームの方でも演奏、ビアの演奏していただいてます、友吉革新さんによる演奏も後で皆様に見ていただけるということですので、そちらも、ぜひ、楽しんでいただけたらと思います、はい、というわけで、じゃあ次の話してみようかと思いますが、そうですね、その前にちょっと一つ告知がありまして、実は今日初公開のお話になるんですけど、その10月末のアップデート、そちらの方でまた新しい追加ボイス、プレイヤーの方のですね、が、販売する予定になっているんですが、そちらのキャラクターの声の方を声優の細谷義正さんと杉山里穂さんの2名を起用していまして、個性豊かなボイスに、仕上がったんで、せっかくなんでちょっとその、声をイメージした裏設定的にちょっとキャラクターっていうのもちょっと合わせて、開発の中でちょっと作ってみたりとかしたんで、キャラクターの作成画面の方で再現できるように、ボイス配信のタイミングに合わせてキャラクターレシピの方もまた公開する予定になっています。
NPC キャラクターになりきってプレイすることもできますので、またちょっと配信まで、そちらの情報をお待ちいただけたらなと思っております。これなかなかね、まあ、そのボイスの方の方は販売という有料で販売という形にさせていただいてますけど、なかなか試みとしては面白い試みでして、そうですね、はい、ちなみにちょこっとだけでもどういうキャラなの？そうですね、細谷さんの方が演じていただいてる、キャラクターの方が、ヒバさん。Ugh, just as stinky on the inside. Reloading for more fun times. Give it all you've got. Let's get ready to hunt. Who's awesome? Me. Don't fail me. Attack! What's up, y'all? I ain't... Another one down. Nailed it.っていう、まあ、男性のキャラクターになっていまして、杉山さんの方は普賢の、めいっ子か。Peep this stance. Let's do it up. This one's gonna hurt. Get blasted, fool. You're gonna pay for that and then some. Oh, I could headbutt an Anjanath right now.You want some of this? Trying to get slapped up? Ah, too easy. この2人は実はパーティー組んだ幼なじみのみたいな、まあ、そういったところで結構シチュエーションごとに今までになかったようなセリフ回しだったりとか、はい、そういったものをたくさんちょっと収録させていただいたので楽しめるような、はい、ボイスとかにもなっていますので、ぜひちょっと、聞いてもらえたらいいかなと思ってます ね、 すね、はい、ライズって結構ね、カムラの里の、村人たちも結構いろいろな、実はゲーム内では語られてない設定とかも実はあって ね、 ね、はい、全部聞いたら面白いよね。そうですね、またね機会がありましたら そうですね、はい、うん、出していければなと、はい、思っております。まあまあ、そんなね、先ほど言ったようにこのライズってその村人とか、まあ、その NPC とかも結構ね設定を作ってたりちょっとこだわってやっぱ作ってたりとかするんですけど、やっぱちょっと苦労したなとかっていうのってあったりする、ね、この開発中とかでいろいろ作ってるし、まあ、ゲーム中の中に実装できなかったものもいくつかちょっとあったりとかして、うんうんうん、まあ、その中の一つでよもぎちゃん、お団子を試作でちょっといろいろ作って、でもお団子がまあ美味しくなくて気絶するっていうすごいこう言葉で説明しないとわからないようなモーション作ってくれて、喋りかけたらその寝転んだままいらっしゃいませって話になるんで、でそれどころじゃないやろ。そうですね、担当に話聞いたら、まあ、そういう設定のやつとかちょっと作って一応実装してみたんですがみたいな話で、でも倒れたままじゃね、その会話とかおかしいんで、うん、矛盾が、まあ、ゲーム的仕様で、うん、やっぱり出てきてしまって、うん、ちょっと泣く泣くカットして泣く泣くっていうような、はい、今ボツになった話そういうのを聞いたんですけど、ゲーム内にもアイルいっぱい出てくると思うんですけど、はい、実はアイルっていうのもモーションキャプチャーってあるんですね、はい、人が、演技をしてその動きをゲームに取り込んでいくっていうモーション、うん、それをモーションキャプチャーって呼んでるんですけど、実はアイルも結構あれだね、人間が演技してるのが、はいね、ありまして、それをちょっと映像も今回は持ってきてるので、これね結構大変なんよね、やっぱり。そうですね、今白いのをいっぱいポツポツマーカーをつけてる方が、まあのモーションを撮ってるところなんですけど、こういうね、いろんな人とかいろんな道具を使ったりとかしてね、いろんなモーションを取っていくという、はい、今見ていただきましたシーンの他にもですね、まあ、アイルーの動きモーションキャプチャーで撮ってる、ものとかもあったりしますので、まあ、ちょっとゲーム中見ていただいて、これ、まあ、どうやって収録してるんやろうみたいなのもちょっとね、考えながら見てもらっても面白いかもしれません、うん、今回はですね、ライズの、まあ、ちょっと設定とか、はい、の話っていうのは、これぐらいになりますが、まあ、サンダーライズ自体もね開発で4年ぐらい、ね、かかってて、で3月にようやく皆様にお届け、できるようになってですね、本当に皆さん多くの方にプレイしていただいてて、スタッフみんな本当に喜んでます。また開発の面白い話とか、うん、もうなんか出てきたらまたみんなにお伝えできる機会があればなと、いいなと思ってます、はい、ということで辻元さん、一ノ瀬さん、
開発の裏側をいろいろと語っていただき、どうもありがとうございました。さて、モンスターハンターライズでは和の要素を多分に音楽にも取り入れています。次のタイトル最新情報に行く前に、その象徴的な演奏、歌唱をさまざまな演出とともに楽しめるミュージックライブコーナーを特別にご用意いたしました。本日初お披露目のボーナストラックもありますので、ぜひご堪能ください。沈黙の五秒も今は昔、獣の咆哮山野を揺るがす。強化育成お覚悟めされよ。修羅の猛獣、鬼人なりて、哀れな竜に纏いつく。その覚悟今宵の間合いに挑むも圧勝、もはや敵なし。
いかがでしたでしょうか。なお最後に演奏されましたカムラの息吹ロックバージョンはなんと12月よりゲーム内のダウンロードコンテンツとしても配信されますので、ぜひゲーム内でもお楽しみください。さてここからは先日発表したばかりのモンスターハンターライズサンブレイクの最新情報をお届けしてまいります。辻元さん、よろしくお願いします。はい、ここからはサンブレイクの情報をお届けするために本作のディレクターを呼んでおります。それでは簡単に自己紹介をしてもらいましょう。はい、一ノ瀬から引き継ぐ形でモンスターハンターライズサンブレイクのディレクターを担当します鈴木義武です。本日はよろしくお願いいたします。今回の開発の方はですね、モンスターハンターライズの発売後のアップデート、こちらをですね、引き続き一ノ瀬の方が、ディレクターとして担当してまいりました。そしてですね、それと並行してサンブレイクの制作を鈴木の方で進めていってもらっております。それではここからサンブレイクの内容を鈴木と紹介していきますが、その前にモンスターハンターライズのディレクターの一ノ瀬より皆様に一言お伝えしたいと思います。今年の3月にモンスターハンターライズが発売されてから本当にたくさんの皆様にプレイしていただきありがとうございます。皆さんがゲームを楽しんでいただいている様子や作品へのメッセージは開発メンバー一同拝見しており、感謝の気持ちでいっぱいです。今後もモンスターハンターライズ、そして本日ご紹介するモンスターハンターライズサンブレイクをよろしくお願いいたします。それでは改めてこちらの映像をご覧ください。どうぞ。まず本作の基本情報となります。モンスターハンターライズサンブレイクはモンスターハンターライズの超大型拡張コンテンツです。新たな拠点で始まる物語、フィールドやモンスター、アクション、そして新たなクエストランクとしてマスターランクが登場するなど、モンスターハンターライズをさらに楽しめる要素が多数追加されます。現在モンスターハンターライズをプレイしている皆様はサンブレイクを追加コンテンツとして購入することができます。集会所クエスト星7雷神をクリアいただくと、サンブレイクから追加される様々な要素を楽しんでいただくことができます。サブタイトルであるサンブレイクは、新たなフィールドにある様々なエリアに火の光が差し込むビジュアルイメージや本作のストーリーイメージからつけました。続いてはゲームの内容をご紹介いたします。まずは世界観に関してご説明します。サンブレイクはモンスターハンターライズの拠点であるカムラの里から旅立ち、新たな調査拠点に向かうところからスタートします。どんなストーリーでどんな拠点なのかは今後お伝えしていきますが、少し世界観を感じ取れるところとして、サンブレイクでは新たなフィールドが登場します。城跡のような場所や、夜になると紅色の空が広がり、怪しげな雰囲気を持ったフィールドです。次に映像でも登場したモンスター、こちらが本作のメインモンスターになります。名前は灼銀竜メルゼナと言います。こちらは固有種のモンスターです。今回お伝えできるのはここまでになりますが、メルゼナがどういったモンスターなのか、詳しい情報は今後お届けできればと思います。そして今日は特別にサンブレイクで復活登場するシリーズモンスターの映像をお持ちいたしました。それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ。
将軍ギザミはモンスターハンタードスで初登場したモンスターです。巨大なモンスターの頭骨を背負う大型の甲殻種のモンスターとなります。鋭利で長いハサミを持ち、硬い火山の岩盤を容易にえぐるほどの強力な刃で獲物を襲います。また稀に貴重な真珠を落とすこともあります。サンブレイクでは他にもモンスターハンターシリーズから復活してくるモンスターもいますので、今後の情報もぜひご期待ください。本日お届けできるゲームの最新情報は以上となります。最後にモンスターハンターライズサンブレイクの発売時期ですが、2022年夏頃を予定しており、価格の方は未定となっております。こちらについても続報をお待ちください。続いてはスチーム版モンスターハンターライズの情報となります。まずはこちらのプロモーション映像からどうぞ。ということで、スチーム版をお待ちの皆様、お待たせいたしました。発売日が2022年1月13日木曜日に決定いたしました。番組放映終了後まもなく予約開始いたしますので、ぜひご予約ください。なお発売時には任天堂スイッチ版にて11月末頃までに配信されている内容を含む形でのリリースを予定いたしております。詳細やその後のアップデート予定などの続報は本日公開予定の公式サイトからご確認ください。また10月14日木曜日には体験版の配信も予定いたしております。ぜひ楽しみにお待ちください。さて続きましては、好評発売中のモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼のタイトルアップデート情報です。本作はモンスターハンターシリーズの世界が舞台となっており、モンスターを育て共存するモンスターライダーとなり、さまざまな場所を訪れ、ストーリーやクエストを通じてモンスターハンターの世界を思う存分体験できる RPG です。はい、7月9日の発売以降、皆様に長く楽しんでいただけるようにと無料アップデートを継続して行ってまいりました。6属性のガルク、人滅人ディノバルド、聖伝種ライゼクス、天元タマミツネ、銀霊ガムート、そしてキリンアシュがオトモンに追加されました。ガルク以外は追加されたモンスターを討伐するサブクエストや共闘クエストが追加、さらには共闘専用のマムタロトも追加され、ライダーの装備も充実してきました。マムタロトはモンハンワールドを再現するかのように状態変化し、やりごたえのあるクエストだったようですね。しかもタイトルアップデートまだ続いていくんですよね。はい、そうなんです。実はですね、本日配信開始のアップデートを含め映像にまとめてまいりましたので、まずはそちらをご覧ください。
タイトルアップデート第4弾ではティガレックス希少種がお供に追加され、高難度マムタウルトの共闘クエストが遊べるようになります。そして高難度マムタウトの配信の翌週には黒煙王リオレウスがお供に追加されるだけではなく、共闘探索に古竜種の巣が追加されます。他にもティガ希少種や黒煙王を討伐するサブクエストや共闘クエストも追加されますのでお楽しみください。古竜種の巣は古竜の卵が手に入りやすいんですかね。はい、そうです、すごく楽しみです。そしてまだまだタイトルアップデートあるんですよね。はい、そうですね、タイトルアップデート第5弾では本作において最高難易度となる共闘クエスト高難度のミラボレアスが追加されます。さらに共闘探索に2つ名の巣が追加されますので2つ名モンスターの卵を入手しやすくなると思います。ということで秘密だった高難度共闘クエスト用モンスターはミラボレアスだったんですね。はい、今回用意したのは高難度クエストということでもちろん強いんですけど、より少ないターン数での討伐を目指していただく内容となっておりますので皆さんぜひチャレンジしてみてください。高難度ミラボレアスが配信された翌週にはリオレイヤ希少種リオレウス希少種がオトモンとして追加になります。追加されるクエストもたくさんあってすごく楽しみですよね。気になる配信日程は公式サイトをご覧ください。配信日を楽しみにお待ちいただければと思います。そしてまだプレイをしたことがないという方ぜひこれを機に遊んでみてください。現在体験版も配信中ですのでぜひお試しください。ということでいかがでしたでしょうか。モンスターハンターライズのイベントクエストや Steam 版の発売、モンスターハンターストーリーズ2の無料タイトルアップデート、さらにはモンスターハンターライズサンブレイクと今後もモンハンシリーズから目が離せませんね。はい、いろいろと今後も続報を期待していただければと思っております。さあそれではこの後はカプコンの最新情報をお届けするニュースコーナーとなります。辻本さんとはここでお別れとなります。辻本さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さてここからはカプコン情報コーナーとなります。まずは e スポーツ関連情報からお届けしていきます。こちらの映像をどうぞ。対戦格闘ゲームの金字塔ストリートファイターシリーズ、シリーズ累計出荷数は4600万本を突破。最新作であるストリートファイター5チャンピオンエディションでは45体ものキャラクターが登場。未来を担う新キャラクタールークも11月に参戦。そんなストリートファイター5の世界トップレベルの選手たちによる公式チームリーグ戦がストリートファイターリーグだ。始まりは2018年、リーグオリジナルのチーム編成で戦いが繰り広げられた。どうだ、見事グランドファイナルを制したのは板橋ザンギエフ率いる板ザンオーシャン。第2シーズンのグランドファイナルでは勢いに乗る孫スカーレット対前回準優勝ネモオーロラの対決となった。最終戦見事パーフェクト KO で優勝を決めたのは孫スカーレット。2D 神話の1ページ。第3シーズン過去2大会連続準優勝で雪辱に燃えるネモ。一番冷静なのはこれ。見事勝利しネモオーロラの優勝で幕が閉じた。今年2021年は初のチームオーナー制を導入。これまでの6チームから8チームへ規模を拡大。試合数も30試合から56試合へとパワーアップ。それでは注目の8チームをご紹介。魚群グッドエイトスクワッド、コミファデトレーション、最瞬間ソル熊本、忍びずるゲーミング、名古屋王者ボディースター、 V6 プラスファブロート G、 ミルダムビースト。リーグ最多8チーム32名の猛者たちが日本一をかけて戦うストリートファイターリーグプロ JP2021 10月5日開幕。続いてはお得な情報です。
東京ゲームショー2021の開催を記念してカプコンの人気タイトルが期間限定でセール実施中です。プレイの機会を逃していたタイトルがないかぜひチェックしてみてください。ということで TGS2021 カプコンオンラインプログラムモンスターハンタースポットライトをお届けしてまいりましたが、そろそろお時間ということでここで終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。